はい、皆さん、こんにちは。ルートチャンネルです。それでは今日も素粒子物理学の解説動画いきたいと思います。前回から、相対論的量子力学を、ちょこっと、触りをね、導入的な動画をやってまして、で前回は、クライン・ゴルドン方程式、の、導入をやってきました。で今回からは、2回に分けてディラック方程式についてやりたいと思います。実は、クライン・ゴルドン方程式には、いくつか、問題がありました。なので、その何が問題だったのか、そしてどうやってそれを解決して、ディラック方程式を導出していくのか、ということを、中心に話したいと思います。では、まず最初に、クライン・ゴルドン方程式のおさらいをしたいと思います。はい。はい。これが、クライン・ゴルドン方程式の形でした。で、いくつか、問題があったんですけども、そのうちの、主要なものを書くと、まず一つ目。はい。これが、一つ目の問題で、負のエネルギー。これに関しては、過去の動画を見た方は、すでにご存知かもしれませんが、改めて説明すると、この、相対論の式 E2 乗イコール P2 乗 C2 乗プラス M2 乗 C の4乗。この式で E を、ルートを取ると。そうすると、ここにマイナスが出てきますね。これはちょっとまずいですよね。だってマイナスのエネルギー界ってことは、どこまでも、マイナス無限大で落ちていくことが可能だと、いうことになっちゃうので、これはまずいですね。そして二つ目。はい。二つ目は、この時間の2回微分。ここですね。この話です。これ量子力学をね、大学でやった人なら、知ってると思うんですけども、確率密度の話を考えると、2回微分、時間の2回微分をしちゃうと、負がでマイナスになっちゃうんで、負の確率密度、が出てきますね。で、これも問題ですよね。確率密度が負っておかしいですよね。必ず正がであってほしいですよね。で、最後3つ目。スピンの効果が入っていない。でももう少し言うと、実はこのクライン・ゴルドン方程式は実はスピンゼロの、話です。はい。なので、一方で電子はスピン2分の1なので、このクライン・ゴルドン方程式では実はうまく電子を表現していることができないと。ちなみにちょっと聞いた話なんですけども、このクライン・ゴルドン方程式を使って求めた電子のエネルギー順位と実験結果というのは合わなかったそうです。以上より、このクライン・ゴルドン方程式に代わる、相対論的な、方程式を導いていきたいんですけども、前述のね、こういった、問題があったので、これをね、うまく、解決したいと。ですので、こいつらを解決するための条件は、以下の3つです。1つ目。はい。一つ目。これは、波動方程式は、時間について1回微分であるということを、要求します。これさっき2回微分だと、負の確率密度が出るってことだったので、1回微分。二つ目。はい。二つ目、これは空間についても、1回微分を要求することにします。そして三つ目。はい。三つ目は、このね、クライン・ゴルドン方程式に代わる新しい、相対論的な方程式を導くんですけども、この方程式の、解というのは、
のこのクラインゴルドン方程式も満たすということを要求したいと思います。では、この上の条件、1と2より、こう書けますね。クラインゴルドン方程式は以下のように書き直すことができます。これはクラインゴルド方程式です。これを、書き直していくと。このクラインゴルド方程式を、このように、変換します。まず、ここ、時間微分と空間微分は、ともに1回微分となってますね。で、ここにアルファとベータというのが出てくるんですけども、これは、今後の計算の、便宜上のため、アルファとベータをここに置きました。つまり、どういうことかというと、この式をね、満たすような、このアルファとベータを見つけていけばいいということになります。はい。では、この式ですね。のアルファとベータを、探していくんですけども、そのために、まず、この式に、この式、ここをマイナスですね。ここがマイナスになったものを、両辺にかけてやると。そうするとどうなるかというと、この式にですね、こいつ、マイナスになってる、こいつをね、かけると、こうのようになりますね。で、こうやって手でガリ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 計算していくと、こうのようになります。ここでは、この、アルファですね。これは、ちょっと、i、j と、つけて、区別することにしました。そして、これらを見ていくと、以下の、式、関係が成立するとしましょう。以下のこの関係とは、この3つですね。で、こいつは、クロネッカーのデルタで、この i と j が同じ数なら、このデルタは1になると。で、それ以外同じ数が入らなかったら、0になると。そういったものです。ベータの2乗が1になると。さらに、アルファ i とベータ。これもこういうふうに定義してやると、こいつが0になると。こういう関係が成立するとしましょう。そうすると、この式。この式を、この3つの条件、当てはめて書いていくと、こうなります。で、この式、よくよく見てみると、この H に、H バーの2乗、C の、と C の2乗で割ってあります。そうすると、このように、クラインゴルドン方程式が出てきます。ですので、前のページで見せた、この条件を満たしていると。ね。ですので、この3つの条件すべてを満たす。そんな方程式になります。で、あとは、この条件が成立するアルファとベータを探せばいいと。いうことになります。はい。それでもいきなりちょっと答えを書くんですけども、これらを満たすアルファ i とベータっていうのは、実は答えは 4×4 行列になります。こうなります。まずこの
これですね。こいつとこいつ、シグマアイ。これは、パウリ行列です。次に、これ。1になんかバーが、ね、棒がついてると。これ単位行列です。で、こっちは単位行列にマイナスがついてると。で、これどうなるんでっていう話なんですけども、4×4 行列で、まあこれ、パッと見 2×2 行列見えるんですけども、まあ、これはどういう意味かというと、こういう意味です。はい。こういう、まあ、4×4 行列という意味です。まあ、こいつがね、そもそも、まあ、ここですよね。それで、じゃあ、パウリ行列って何なんですかって話なんですけども、この3つがパウリ行列です。で、まあ、念のために、単位行列も一応書いておきました。で、まあ、こいつらが、まあ、アルファとベータになります。まあ、かなりね、もう、計算はすっ飛ばしてるんですけども、まあ、答えだけ。書いちゃってるんですけども、まあ、実際にこうです。はい。では、これらの結果を使って、さっきの式、書いていくと、このような、式が得られます。まあ、これが、まあ、相対論的な量子力学における波動方程式が得られたことになります。これが、ディラック方程式です。そして、このプサイですね。こいつ。こいつは、まあ、電子の場とみなします。こいつの解釈は電子の場とみなすと。で、このプサイは、縦の4成分ベクトルになります。で、これを、まあ、ディラック場とも呼びます。こいつらをディラック場とも呼びます。長くなってしまったんですけども、まあ、ちょっと一旦この辺で今回は終わりにしたいと思います。次回ね、この続きをやりたいと思うんですけども、はい、いろいろ計算をしたんですけども、やっとね、こうやって、ディラック方程式を得ることができました。で、次回はですね、まあ、これを使って、この続きですね、はい、をして、この式の意味をね、もう少し分かりやすく解説したいと思います。それでは今日はこの辺で終わりにしたいと思います。それでは。